街の中心だから、何ですか？あなたは。知らない人と話してはいけないと学校で習いました。確か不審者とか。あなた不審者ですね。特に一人でいる時に話しかけてくる男の人は変態だとお友達から聞いています。さてはあなた変態さんですね。話しかけないでください。先生に言いつけますよ。しつこい人ですね。近づかないでください。防犯魔石を鳴らしますよ。私のことが心配なだけですか？変態さんに心配してもらう必要はありません。どうしても話したいなら怪しい人じゃない証拠を見せてください。なんで防具を脱ぐんですか？お外で服を脱ぐなんて、やっぱり変態さんです。こんな変態がいるなんて、やっぱりランドソルは怖いところです。早くお家に帰らないと。エルフの森に向かう馬車の乗り場は確かこっちから来たから。何ですか？帰り道がわからないのが悪いですか？エルフの森から出るのは久しぶりなんです。迷子扱いしないでください。一人でも帰れます。地図をくれるんですか？そうですね、地図さえあれば私一人でも帰れると思います。少しだけですが見直しました。ありがとうございます。怪しい変態不審者さん。では私は帰ります。さようなら。もう二度と会うことはありませんが。よかった、ちゃんと街から出られた。念のため馬車乗り場の場所をもう一回地図で確認しようっと。あとはこの道をまっすぐ行って、魔物？どうしよう、私一人じゃ魔物と戦うなんて。あなたはどうしてこんなところに？心配だからこっそりついてきた。そうだったんですか。ただ二人でも倒せるかどうか。とにかく攻撃を。でも私の魔法では威力が足りません。あれ？でも変ですね。なんだかどんどん力が溢れてきます。私に何かしたんですか？そうでした。説明より先に魔物に攻撃を。それやりました。倒せましたよ。あなたが手伝ってくれたおかげです。変態なんて言ってすみませんでした。あなたはいい人みたいですね。私は京花と言います。あなたは？ありがとうございます。助けに来てくれなかったら。いえ、待ってください。よく考えたらこっそり後をつけるなんて怪しいです。やっぱりあなた変態さんなのでは。48、49、50。もういいかーい。もういいよー。まだだよー。
に隠れないでね。みそぎ、あんまり変なところに隠れないでよ。48、49、50、もういいかい。もういいよ。よし、探すよ。二人とも覚悟して。あなた、いつからここにいたんですか？びっくりさせないでください。今ですか？ミミとミソギとかくれんぼをしていたんです。かくれんぼ知らないのですか？相変わらず大人なのに変な人ですね。鬼役の私が隠れている友達を探す遊びですよ。もしかしてあなたも一緒にやりたいのですか？大人なのにかくれんぼだなんて。でも素直なところは好感が持てますね。友達がいない一人寂しい人を放っておくのも気が引けます。仕方ないですから混ぜてあげますよ。それではもう一度50まで数え直すので隠れてくださいね。1、2、3、4、5。48、49、50。もういいかーい。あれ、なんだかものすごく近くで声が聞こえた気が。ってどうして隠れないでここにいるんですか？かくれんぼがしたいのではないのですか？え、鬼役の私を手伝いたい？ダメですよ。何を言っているんですか？かくれんぼはそういう戦いじゃなくてですね。いいですか？かくれんぼの鬼役は一人なんです。鬼が二人になったら卑怯ですよ。隠れているのも二人だから卑怯じゃない。そういう問題じゃなくて、かくれんぼの鬼は一人で大勢の相手をするもので、たとえそれが1対2でも1対3でも1対100でも、かくれんぼの鬼は一人で戦うもので、確かに理不尽ですね。あれ、鬼が二人でもいいのかな？ダメに決まってるでしょ。京花ちゃん、お兄ちゃんを独り占めしちゃいけないんだから。ミミ、ミソギ、ずっと聞いていたの？兄ちゃん、こっちに絶対見つからない隠れ場所があるんだよ。特別に教えてあげる。早く早く。ダメだよ、お兄ちゃんはミミと一緒に隠れるんだから。二人とも勝手に出てきて隠れんぼにならないじゃない。あなたのせいですよ、まったく。
逆上がりというのは、この鉄棒を握って体を回転させる技です。ええ、そうやって握って、よくわからないから見せてくれ。だから私はできないんです。そうです、そうやって足を蹴り上げて胸を鉄棒に引きつけて、あっ、できましたね。ええ、そうです、それが逆上がりです。こんな簡単に、なんだかショックです。ですから私は一人で練習しますから、あなたは帰ってください。キャッ、抱えないでください。わかりました、練習手伝ってもらいますから、あなたは横でアドバイスしてください。
本当にここに来るんじゃ。歩いて。だけどランドソルはすごく遠いし、大雨らしいし、街道はひどく濡れてるらしいし、いくらなんでも。でもあの人ならもしかして。変な人だけど優しいし、常識ない人だけど優しいし、ぼーっとしてるけど優しいし。私まさか本当に来るとは思いませんでした。何時間歩いてきたんですか？それでは鉄棒をやろうって。あのですね、実は。え？見本を見せる？ですから私実は。逆上がりができなくなってる？どうしたんですか？やっぱり疲れて。怪我をしているじゃないですか。ぬかるんだ道で転んだんですか？もうバカなんですから。本当にバカの人です。でもありがとうございます。いいですか、逆上がりはこうやってやるんです。どうですか、これが逆上がりですよ。驚いていますね。実は私、逆上がりができるようになったんです。あなたがここに向かっているって思ったら、私いても立ってもいられなくなって。私があなたのためにできることは何だろうって思ったら、逆上がりしか思いつかなくて。ずっと練習してさっきできるようになったんです。そうですか。ありがとうございます。あなたのおかげです。とりあえず私の家に来てください。怪我の手当てをしましょう。でも夜遅いですから、これからランドソルに戻るのは危険ですね。馬車も止まっていますし。仕方ありませんから、今夜は私の家に泊まっていってください。でもエルフは閉鎖的ですから、お母さんたちに見つかったら追い出されてしまうかも。お母さんには内緒で、私の部屋で泊まってもらうしか。でもそれはだけど他に方法が。遅いですよ、急いでください。もういい大人が遅刻だなんて、反省してくださいね。ってあれ、この光はなんだかどんどん光が強くなってるような。まったく、どうしてこんなに宿題を溜め込んでいるんですか？いつも後回しにしているからこんな目に遭うんですよ。今日が何の日か忘れたんですか？せっかくあなたと一緒に遊ぶ約束をしてたのに。こんなに宿題があるんじゃお出かけできないじゃないですか。まあ今怒ったところで宿題がなくなるわけではありません。ともかく今日はまだ終わっていません。すぐに宿題を片付けて遊びに行きますよ。見ていてあげますから頑張ってください。どうですか、宿題終わりそうですか？何を言ってるんですか。もう宿題は自分でやることに意味があるんです。ズルはダメですよ。でもそうですね。
宿題は手伝いませんが、それ以外のことなら宿題に集中できるように私がお世話してあげます。とりあえずは。そうですね、飲み物を持ってきてあげます。コップをお借りしますね。お待たせしました。お水持ってきましたよ。他にしてほしいことはありませんか？宿題を終わらせるためなら何でもしてあげますよ。部屋のお掃除ですか？確かにお部屋が汚れていると勉強に集中できませんね。わかりました、私に任せておいてください。どうですか、これで集中できそうですか？うん、順調に進んでいるようですね。よかったです。他にもしてほしいことがあったら。勘違いしないでくださいよ。別にあなたのためにお手伝いしてるわけではありません。早く終わらせてくれないと私も遊べないんです。本当にそれだけですから。だからお礼を言ってる暇があるなら早く問題を解いてください。まだ半分近く残っていますよ。まったく、あなたは私がついていないとダメダメさんですね。これで宿題は終わったみたいですね。お疲れ様です。でももう暗くなるので帰らないと。少しも遊べませんでした。もうあなたのせいですよ。何ですか？今日のお詫びに次のお休みは私のために開けてくれると。本当に一日ずっと一緒にいてくれるんですか？今回みたいなことになったら怒りますからね。だけど一日ずっとですか？そういうことなら許してあげます。次のお休み楽しみにしていますね。それじゃあまた今度遊びましょうね。宿題を小学生に手伝ってもらうなんて情けないわね、まったく。あ、今のはね、あんたと京花ちゃんの記憶のかけらをもとに私が作った夢なのよ。どう？懐かしかった？まあまだピンとこないわよね。あんたがもっと記憶のかけらを集めたらまた夢を見せてあげるわ。たくさんの女の子との夢を見ること、それが世界の真実にたどり着くことになるの。頑張ってね。それじゃまたね。あれ、ここは。そうです、あなたと待ち合わせをしていたらなんだか妙な光に包まれて。あなたは大丈夫でしたか？私はなんだかおかしな夢を見て。あなたも知らない部屋で勉強している夢を見た？私と同じ夢みたいですね。不思議なこともあるものです。立ったまま寝ていたんでしょうか？って、そんな場合じゃありません。あなたはどうして遅刻するんですか？まったく、夢の中と一緒で、あなたは私がついていないとダメダメさんなんですね。遅いです。待ち合わせの時間はとっくに過ぎていますよ。もうちゃんとしてください。せっかく二人で遊びに行くのに遅刻するなんて。あなたなんてもう知りません。ピクニックには私一人で行きます。ついてこないでください。私は一人でピクニックをすると決めたんです。あなたとは別行動です。魔物が出るかもしれない。
平気ですよ。この辺りは安全度の高いセーフエリアなんです。魔物なんてそう簡単には会いません。分かったら一人にしてください。あ、本当に魔物？こっちに来る。誰か助けて。怪我を、私をかばったせいで。え、今のうちに攻撃ですか？でも私の魔力じゃ。あ、またあなたの剣が光って私の魔力が高まってきました。これなら戦えるかもしれません。コスモブルーフラッシュ。あなたは怪我は大丈夫ですか？かすっただけですか？よかった。え、私ですか？はい、怪我はありません。あなたがかばってくれたおかげです。ただその、恥ずかしいのですが、腰が抜けてしまいました。一人では立てそうにないです。何ですかその手は。起こしてくれるんですか？でも、遠慮しておきます。だってお母さんが初めて手をつなぐ男の人はちゃんとした人にしろって。ありませんよ。あなたはちゃんとしてます。最初は怪しくて不審で変態さんでしたけど、いつも助けてくれますし、今日も魔物からかばってくれました。それにさっきは少しかっこよかったです。いえ、何でもありません。ともかく今のところはちゃんとした人なので、あの、手を貸してください。なんとか立てました。ありがとうございます。あなたの手、あったかいですね。え、顔が赤いですか？いえ、これはその、なんでもないんです。そんなことより、行きますよ。どこにって決まってるじゃないですか。ピクニックですよ。私、あなたにお弁当を持ってきたんですから。あ、でもまた魔物が出ると怖いですから、ランドソロに戻って食べましょうか。お散歩ですか？ええ、私はお買い物です。そんなに浮かない顔をしていましたか？恥ずかしいです。実はお母さんから頼まれた買い物の中に、私が大嫌いなピーマンがあって。はい、大嫌いです。人参も嫌いなのですが、ピーマンはもっとダメです。え、食べられるように特訓？嫌です。これは逆上がりとは違います。学校でテストがあるわけではないですから。なんで腕を掴むんですか？どこに連れて行くんですか？やっぱりあなた変態さんだったのでは。話してください。はい、
ピーマン料理のフルコースですね。なんてものを注文するんですか。私本当にピーマンが大嫌いなんですよ。全部です。匂いが青臭いし、味が苦いし、食感が硬いし柔らかいし、名前が変だし、形が変だし、可愛くないし、鼻栓をすれば匂いが気にならない。よくこんなものを持っていましたね。わかりました、つけてみます。こうして鼻に挟んで、あ、匂いが気にならなくやばい人。あ、やっぱりやばいよ。苦くなければ食べられるかも。それはそうですが、どうするんですか。はい、ピーマンケーキ一丁上がり。あ、確かにケーキにすれば甘いし可愛いし食べられるかも。でもこのケーキ、ショートケーキのトッピングがピーマンになっただけじゃないですか。普通にピーマンを食べるのと変わりませんよ。やっぱり私ピーマンは食べられません。もう帰ります。最近あの人を見かけないの。いつもランドソルのこの辺に来れば会えるのに。別に会えなくてもいいんだけど、なんか寂しいな。ほんのちょっとだけど。あ、最近全然見かけないから心配。気になっていたんですよ。それに、なんだか格好がボロボロ。一体何をしていたんですか。え、伝説のピーマンを探していた。本でとっても美味しい伝説のピーマンを見つけて、火山の噴火口の中に取りに行っていた。伝説のピーマンナイトやピーマンゾンビ、ピーマンドラゴンが現れて大変だった。うん、もう私が子供だからって嘘は大概にしてください。そんな無茶苦茶でバカバカしいこと、いくらあなたの話でも信じられるわけないじゃないですか。まったく、いくらあなたの話でも。この人は記憶喪失で嘘なんてつけない。とっても真面目でとっても親切な人でした。ということは本当なんですか。これが伝説のピーマン。そんなことはいいんです。本当に火山の噴火口に行って魔物と戦ってきたんですか。バカ、もうバカバカバカ。本当にあなたはおバカさんです。こんなことは絶対二度としないでください。死んじゃったらどうするんですか。死んじゃったら、私のためを思ってしてくれたことですから。でも本当に危ないことはしないでくださいね。え、伝説のピーマンを食べてほしい。生でですか。美味しいから。それはそのちょっと、だって見た目が割と普通のピーマンっぽいし、そうですね。あなたがせっかく取ってきてくれたんですし、食べてみます。やっぱりすごく苦くて青臭い。普通のピーマンよりものすごくピーマンしてる。あ、そのとっても美味しいです。
あなたの気持ち、とっても嬉しいです。ごちそうさまでした。もっと食べろって。いえ、でもそれは、なんというか。ねえねえ、そこのお兄さん、そこの飲食店新しくオープンしたんだけど、ちょっと寄っていかない？お兄さんかっこいいからサービスするわよ。女の人にベタベタされて喜ばないでください。あなたも何なんですか？私のことを無視して。あら、可愛らしい子ね。無視なんてしてないわよ。妹さんも一緒にどうかしら？結構です。お腹は空いていません。それに私、この人の妹ではありませんから。私はもう帰ります。さようなら。はあ、私どうしてあんなに不機嫌になっちゃったんだろう。あの人は何も悪くなかったのに、いきなり帰ったりして悪いことをしちゃったし、今度会ったら謝らなくちゃ。でも綺麗な人だったな。あの人と同じくらいの歳なのかな。いいなあ。何を言ってるの。私もう夜も遅いし早く寝ないと。あれ、ここは？私、何をして。これ、お母さんが書いたメモだ。ランドソルまでお買い物を頼まれたんだっけ。あ、こんにちは。あなたもお買い物ですか？背が小さくなったんじゃないですか？私とほとんど背が変わりませんよ。え、当たり前ってどういうことですか？そういえば、いつもより目線が高いような。あ、もしかして私、大人になってる？どうして急にこんな大きく。昨日、牛乳を飲んだのが良かったのかな。ううん、そんなはずないし。ねえねえ、彼女かわいいね。俺と遊びに行こうぜ。これはもしかしてナンパですか？ナンパをするのは変態だって友達が言ってた。断らないと。でも怖そうな人だし。え、後ろに隠れていろって。なんだてめえ、邪魔しようってのか。え、今なんて言いました？私があなたの恋人だから守るって。恋人って何言ってるんですか？私とあなたは今はそういう関係ではないですし、歳も離れていますし、種族も違いますし、好きとか恋人とか結婚とかよくわからないし。でも、私って、あれ？ここは？もしかしてさっきのは夢？なんで私、あんな恥ずかしい夢を。忘れなきゃ、忘れなきゃ、忘れなきゃ。夢と同じで、お母さんからランドソルにお買い物を頼まれるなんて。まさかあの人に会ったり。え、こんにちは。本当に会えるなんて。どうしよう。夢のことを考えるとドキドキして。ちょっと、そこの女の子。え、声をかけられた。これも夢と同じ。まさか。あ、
の人が私をかばって前に。やっぱり夢と同じことが。ん？なんで謝っているんですか？私がこの人にぶつかったから。え？私ぶつかってましたか？ぼーっとしてたので気づきませんでした。ごめんなさい。ああ、いえ、僕は気にしてませんよ。ただ怪我をしていないか心配で。大丈夫そうでよかったです。では。はあ、夢と同じになると思っていたのに。あれ、なんで私がっかりしてるの？あの夢に憧れたりなんてしてませんよ。別にあなたのことなんて。赤くないです。私ドキドキなんてしてません。本当に何でもありません。あなたは知らなくていいんです。偶然ですね。お互いにお夕食の買い物中に会うなんて。それでは八百屋さんまで一緒に行きましょうか。じゃがいも、玉ねぎ、人参、人参。キャー、この光は前と同じ。キャー。あなたもお買い物ですか？偶然ですね。私はお母さんに頼まれてお夕食の材料を買いに来たんです。今日はカレーなんですよ。カレーなのに人参がない？それはですね、今日は売り切れていて。ここにたくさん売っている？本当ですね。気づきませんでした。あんまり見ないようにしていたのに。あ、なんでピーマンまでカゴに入れるんですか？やめてください。まったく。では私は帰りますね。さようなら。あれおかしいな。お財布がない。落っことしちゃったのかな。あ、大丈夫？慌てないでゆっくり探してごらんなさい。すみません。後ろに列ができちゃう。お買い物できないとお母さんに怒られちゃう。いえ、そんなことは頼めません。買ったものを戻してお家にお金を取りに戻りますから。それは大変だから。でもいくらなんでも。え、スカートの中にお財布がある？本当ですか？すみません。おかげで助かりました。お財布をなくさないようにポケットに入れていたんでした。恥ずかしいです。そういえばあなたの買い物もお夕食の材料だったんですね。お肉にじゃがいも、玉ねぎ、人参、カレーですね。真似しないでください。あなたはカレーを作れるのですか？なんだか上手に作れそうには思えませんが。でも、そうですね。もしよければ今度何かご馳走させてください。今日のお礼です。カレーとか難しいものは作れませんが、簡単なクッキーとかでしたら。たくさん作りますからお腹いっぱい食べてくださいね。どうかしましたか？ごめんなさい。声だけ聞いたら新婚さんかと思っちゃって、思わず振り向いたら
違ったのね。新婚さん？私とこの人が新婚さん？何を言って。そうよね、兄弟さんだったのね。兄弟？不機嫌そう？そんなことないです、気のせいです。まったく失礼しちゃいます、兄弟だなんて。この人が私のお兄ちゃんだなんて。この人が私のお兄ちゃん。今度は嬉しそう？顔が真っ赤？そんなことないです。私帰ります。京香ちゃんの乙女心も複雑ね。小さくっても女の子なのね。どうだった？私が作った夢楽しかった？これからも頑張って京香ちゃんとの記憶のかけらを集めるのよ。それじゃまたね。あれ、また私寝ちゃってたのかな。あなたも寝ていたんですか？この間と同じです。不思議ですね。あ、それより早く買い物をしないと遅くなってしまいますよ。急ぎましょう、お兄ちゃん。お兄ちゃん？